緊急に措置を要する経費等について所要の予算措置を講じようとするものであり、その総額は一般会計219億4100万円となっております。道が今日の臨時道議会に提出した一般会計補正予算案の総額は219億4100万円で、このうち営業時間の短縮や酒類の提供停止に協力する札幌市内の飲食店などへの支援金として77億2900万円が盛り込まれました。このほか店の感染対策を調査する費用なども計上されています。